こんにちは。こんにちは。ちょっとご無沙汰ですね。かなりご無沙汰です。我が家では事件がありました。はい。チャンネルのコミュニティ欄にはちょっと書いたんですけど、私の愛車ミニがですね、テクテクン。 という音とともに エンジン警告灯がつきまして、チェックランプがついて、まあ今ちょうど7万キロちょっと超えたぐらいなんですけど、ついにこれがついたかと。一番ついてほしくない？警告灯がついて。ただまあそんなに調子が悪い感じではなかったんですけど、アイドリングの時にちょっとカラカラ音がするかなっていうのが気になったぐらいで、まあそんなになんか止まっちゃうとか、エンジンが切れちゃうとか、なんかそういうことは特になかったんですけど、まあ一応チェックランプがついたんで、点検してもらおうということで、まあ、いつもお世話になってるショップさんに連絡して、一応、そのチェックランプがついてるってことで、まあ、なるべく走らせない方がいいっていうことで、レッカーで移動してもらいました。初めてみんな、見た。見た？ 初めて見た、レッカーと関わるの。関わる まあ、全然自走できたとは思うんですけど、一応、まあ、チェックランプがついてるんで、で、自分が入ってる保険も、そのチェックランプがついたら、代車と、レッカー移動もしてくれるっていうプランもついてるので、まあ、それは使った方がいいということで、レッカー移動していただき、チェックしてもらいました。まあ、なんかもしかしたら、前回買えなかったから、そろそろタイミングチェーンかな、とかも思ってたんですけど、結果からまず言うと、警告灯の原因は、ソレノイドバルブというバルブですね。が、まあ消耗してるっていうか、まあ、ソレノイドバルブ？ソレノイドバルブ。聞いたことないでしょ？まあ診断機かけてね、それですぐ分かったみたいで連絡してくださって、誰の？それの、井戸バルブ。点検出す 私の、文部だよ。もう無駄 直せない。本人が分かっとるからいいよ。で、失礼だな。ノリツッコミ？じゃあ、どこまで、遅いよ、もう。どこまで引っ張ったらいいのかなと思っ遅い、て。遅い。終わったよ、もう。で、エキゾーストバノスソレノイドエラーありっていう、まあ、コードが出たので、そんなに面白い？そんなに面白い？で、まあ、ソレノイドバルブ交換していただいて、料金が、部品代が、16,500円。工賃が3,000円。コードの読み取りだったり、消去っていうところの、工賃がプラス4,200円。エンジンオイルもちょっと少なくなってたみたいなので、補充していただいて、すべて合計して、税込みで、27,830円でした。テクテクン。まあ、もう、だいぶ安く済んでよかったっていう。いや、もう本当、ミニちゃん戻ってきて、久々に運転した時のテンション。うひょーって。そこまでは言ってない でも気持ちはこれぐらい。無 償は言ってないけど 気持ちはそれぐらいだマリオカートのスター取ったんかぐらいの勢いで、てっ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 てすごい飛ばしてさ、跳ねてったみたいなのやめて。マジで。気持ちはね、気持ちはそれぐらい。でも今回、代車。台車ね。そ素晴らしい。う。最初何日間かは、インプレッサだったんですよ。で、まあ、インプレッサも普通に、まあまあまあっていう感じだったんですけど、その後ちょっと、その代車交換してもらえますか？みたいな感じで、交換した代車が BMW の3シリーズ。なんか、90の3シリーズかな？ 323i、真っ赤な。カルさんが、その台車を取りに行ってて、私は家で待ってって。そしたら、玄関開けてすぐ、やいよ 台車が何誰誰誰 いやね、3シリーズは、
実はミニを買うときも、3シリーズも迷ったの。ちょっと候補にはあったんだよね。だから乗ってみたいなって前から思ってたんだけど、それが来たから、ちょっと、つって。ねえ、いや、すごい、なんか。セダンですね。で、それ乗ってみたら、やっぱり、重厚感っていうか、なんか、どっしりしてたよね、すごい。マジで、なんか、電車と新幹線ぐらい。ミニが電車で？ミニが電車で、BM が、新幹線ぐらいの、なんだろう、遮音性？遮音性も高かったね。遮音性と、あと、なんだろう、別嫌いじゃないけど、ミニは結構こうガタガタしたところを走ると、ダイレクトにこう振動が来るんだけど、硬いからね。BM は、なんか、そのガタガタが、なんか、あまり、だから本当になんかしっとりした乗り心地っていうか。そう。で、ミニのダイレクトさがやっぱり好きだし、運転してても楽しいんだけど、なんか3シリーズはあれはあれで、あ、いいなって思うような乗り心地だった。私も、もう初めて乗ったその日に、このまま軽井沢行くよって言ったよね。言った。軽井沢ダメな、箱根でもいいけど。とりあえず、遠出したい、みたいな。ね、まあ、サイズもちょっと大きくなるし、重量も上がるから、その分、まあ、乗り心地は良くなるんだろうけどね。うん。でもなんか、その乗り心地重視した車って、やっぱり運転してて、ちょっとつまんないなとか、やっぱ、ミニとかそういう車に乗ってると、そこってやっぱりちょっと、って思うことが多かったんだけど、まあ、BM ミニと、親戚のおっちゃんみたいな感じな。まあ、ミニもね。ミニからしたら、ね。BM が作ってるから、こう、似てるフィーリングがあるのかもしれないけど、あと操作性とかもね、慣れてるっていうのもあるかもしれないけど、なんかすごい良かった。ドアの閉める時の、なんか、パフンみたいな。なんか、今の音良くないなミニがなんか、パフンだったら、なんか、パフンだったら、なんか、BM は、なんか、って感じだね。もう、表現できないけど。絶対 BM 乗りの人からさ、ちげえよ。もうなんかすごいなんか、ソフトだったし、あと、私も風さんも初めて聞いた時に、おってなったのが、カッチンカッチンの音ね。あ、ウィンカーね。あ、ウィンカー。なんか。ウィンカーの音は良かった、ね。カッチンじゃないのよ。なんか、コットン、コットン、コットン言ってたね。なんかね、あれ良かったよ、ね。あの音はすごい良かったね、上品で。良かった。でも、気に入ったけど、久々にミニ乗ったら、まあ、風さん、ひゃーってなるし。じゃあ言ってないよ、こんなのは。言ってた、言ってた。言ってた。言ってた。人生で一回もその声出したことない。でも、もう、言ったのは、もう自分の手足のようだって言って。そう、自分の手足のように動くって言ってて。まあやっぱちょっと BM でかかったのもあるし、こう、よいしょ、よいしょって動かす感じがあったから、もうそれに比べてミニのこのコンパクトさと軽さ、で、機敏にクイックに動く感じが、もう本当に自分の手足のように動かせるなって。まあもちろん慣れも大きいんだけど、その喜びがでかかったね。でも私も乗った時にやっぱり内装めっちゃ可愛いなと思ったし、久々に見るとね、毎日見てると見慣れてくるんだけど、久々に見たらやっぱり内装めっちゃ可愛いし、あとダイレクトさもなんか、あ、これこれってなったし、わかる。なんか車好きとかミニ好きじゃなかった私もいつの間にか気づいたらもう心を奪われてました。あら、でも、やばくなってないけどね。でも次買うなら BM もありだなって思ってるでしょ、買い替えるな。次は、ボルボかな。ボルボの幻想ずっと抱いてるね。ボルボか、ボルボか、ランクル。ランクルはさ、ランクルって言いたいんでしょ。ランドクルーザー。最初ランドクルーザーとランクルが同じ車だって知らなかった。そう、ランクルとランドクルーザーはまた別物だと思ってた。まあそんなこんなで、無事ミニも戻ってきまして、はい、お騒がせしましたということで、はい、よかった。大したことなかったです。で、まあ今距離7万ちょっと走ってるんですけど、まあ今後も何かあれば
動画にしていきたいと思いますので、よろしければ見ていただければと思います。いつか撮りますので、ひゃーってなってるカズさんを撮りますので、お楽しみに。私たち実は4日後に海外に旅立つので、ちょっとそちらの Vlog も撮っていきたいと思っておりますので、よかったらまた見てください。はい、はい、では、バイバーイ。ハッピーエンドでした。